こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シャッフルとか3連フィールの曲の、まあ、手だけでフィールになりがちなのを、足を混ぜて練習していこうねっていうお話をしていきたいと思います。あとはですね、基本ビート、どうやってフィールインを入れていくかみたいなところからと、まあ、これはテンプレートなので、足が2つと手が1つ。っていうのと、足が1つと手が2つ。のタイプと。で、2拍3連。交互に、足と交互になる。4つ割りが2つずつ。でも3年だとずれていくから、それの練習をしていきましょうというお話です。それではやっていきましょう。まずは基本ビートですね。まあこういうトリプレットの曲っていうのは、まあまあ、ジャズで言うと、ファットアワンダフルワールドとか、こういった感じで、リムショットでやったりとか、まあ、バラードの曲を、結構3連のフィールでやったりするんですが、で、ここの一番最後に書いたのは、このテンポだと、両手で行くと、テンポの曲のこう感覚がまばらじゃないですか。だから、まあ、両手で行った方が、表記としては8分の12で書いています。8分の12っていうのは、まあ、4分の4の3連符と一緒で考えてもらって、まあ、バスラが不定になってるだけっていうだけの話ですね。だからこれ8分の12ですが、よくこれ86のバラードって言われたりしますね。86のバラードって言われたら、というふうに叩けばいいというふうに考えていただいて。一応じゃあ一回リピートまでじゃなくて、ここでリピートしてクラッシュするとこまでをやってみますね。ワン、ツー、シー。こうなると思うんですね。ここはフィルインになりがちなんですが、やっぱり足をちゃんとうまく使った方が、こうどっしりした感じのフレーズになると思うんですね。それでは、足を使ったフレーズをやっていきたいと思います。さっきのここのフレーズの、ここのとこのフレーズを、この1番だと、このテンポだったら全然ドドドンでいけますよね。はい、ではやっていきたいと思います。One, two, three. な感じです。今2小節でありましたが、こうタム移動したりとかするのも可能です。これは他のやつでも言ってます。禁じ手があって、両手だったらどうでもいいんですけど、どこでもいいんですけど、ダメなのがシンバルとシンバル。絶対ダメとは言わないですが、なんか腰が抜けたような感じになるので、両方シンバルだけは禁じてです。必ず革物、革が張ってあるものとシンバル。ね。それか両方革のもの。っていう風にやってもらえばうまくいくと思います。じゃあ2番。1、2、3。こんな感じですね。あんまちょっと使わないかもしれないですが、意外と面白いですよね。3番。2、3。っていった感じで練習していただければいいかなと思います。はい。で、はい、3連のフィールなんですが、ついでにやっておきたいのがですね、シャッフルのビートですね。これの間を抜きます。なので、テンポがこれぐらい。これ、モーラーを使うとかなり早くいくんですね。行くんですけど、こんなに早くやっぱり大変だし、僕は最後これぐらいのテンポで盛り上がるときに、使ったりはしますけど、まあ僕はモーラーの完璧じゃないし、まあモーラーのちょっとコツは、これ、デーブ・ウェックリーに教えてもらったんですけど、縦に、
が大変だから、横に逃がしてって、こう、ボールを投げるとき、こう投げない。ボールを投げるときって、こう投げないでしょ。こう投げるじゃないですか。だから、こう、一回こう、引いてて、ってやると、早く叩きます。3連とか4連とかね。これ、ジョジョメイヤーがやってると思うんですけど、ジョジョメイヤーの腕の動きも見ても、こういう風にしてると思いますね。それはいいとして。このテンポになると、間を抜きます。でやると、そうするとここのバスドラ3連打きついので、そうすると、っていう風に演奏してもらえばいいと思います。2番は、だから、こんな感じですね。3番、2、3。感じで練習してもらえば、これは全然そのままシャッフルでも使えますねっていうお話ですね。はい、足が一つのフレーズですね。今度はこっちの方がちょっと簡単だと思って、足が一個しかないからね。だから手が二つに足が一つ。ワン、ツー、スリね、こういう風に、皮系を2つずつ使ってもいいですね。5番ワン、ツー、スリー、これ全部、まあ、練習なので4つとも一緒ですが、混ぜたりしますっていう風にすればいいと思いますね。途中でいろいろ混ぜてもいいと思います。6番はやってみます。スーシー、まあ、といった感じで練習してもらえば、いろんな場所でねやっていただければいいかなと思います。じゃあこれをシャッフルでやると、5番ワン、ツー、スリー、6番ワン、ツー、スリー、最後のところがちょっと動きが変わるので難しいですね。はい、それでは2拍3連タイプですね。これがまあ一番よく使いそうな感じですね。やってみます。ワン、ツー、スリー。こんな感じですね。またぐ感じなので、ちょっと上級者的な感じがするんです。一番はその反対なので、ワン、ツー、スリーみたいな感じで作っていただければいいかなと思います。これをシャッフルでやると、いわゆるそのブラックナイトになりますね。ワン、ツー、スリー。といった感じですね。はい、203連タイプでした。では4つ割りをやっていきたいと思います。ワン、ツー、スリー。はい、1回ずつで省略しちゃいましたが、まあ今みたいな感じですね。4つずつ。こ
こうやって拍をまたぐので、なんかこう、上級者っぽい感じがするってことですね。これをシャッフルでやります。シャッフルでやるときは、ここ、足3連が大変なんで、ここで止まっちゃっていいです。1番。ということでございました。はい。というわけで、足を多用すると、まあ難しいけど、ちょっと重くて、ちょっと重量感がある感じになるので、やっぱり手だけでやってしまうと、フロアよりもね、バストラの方がすごい低いところをこう、支えてくれるので、バストラが混ざるだけですごいこう、何か重量感があって、分厚いドラムになると思うので、足を多用して練習してみてください。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。